今年もよろしくお願いします。そして今年もよろしくお願いします。何とぞ。あ、おいしい。おいしい。最近よく会ってるね。うん。ゴルフ行ったり、買い物行ったり。そうだね。うん、今日昼間会った。昼ぶりです。昼ぶり。先月。そこから話す。そう。川口さんの旦那さんとで共通の知り合いの方と4人でラウンドしたんですよ。はい、で、まあ。罰ゲームかけてチーム戦やろうって言って、うん、でご夫婦チーム私と知り合いチームでやってで、まあ、罰ゲームが、うん、めちゃめちゃ辛いラーメンを食べるっていう、はいはい、美味しいんだけど辛いっていう、あ、はいはい、っていうのをかけたのね、うん、であのご夫婦がちょっとね旦那さんが足引っ張って否めないその罰ゲーム結婚日が今日だったんですよ。あ、そうだったんですね。でね、そうなんです。集合して一旦私はお忘れを書いて帰ってまた来ました。動画とか撮ってないんですか？撮りましたよ。あ、ちょっと見たいな。見ます？もしかしてこのために撮ってた？違う全然そのつもりなかった。でも撮った後ぐらいにあれこれ聞こうかな一瞬思った。さすがです。さすがです。一回食ってないそうなんですよ。あ、そう、お昼に辛いラーメンをいただいて、いや、美味しかったです。近況報告ね。近況報告ってまあ、ゴルフに関しては私レギュラー行きます、ナイス、ナイス、はいよ。素晴らしい。30ダット前半全部出れるね、開幕から。あ、光去年開幕から全部出てたじゃん。うん、何試合出た？前半は1回お休みいただいたんだけど、それ以外は全部出たよ。あ、ほんと。うん、36位だったのかな、私は。でも、うん、なんとか。いや、36回ぐらいまでだと見れるのね。うん、開幕がちょっとね、ギリギリだった。うん。吉田プロはどれぐらい、もう全部出る勢いですか？前半戦？一応は、はい。あの、まあ、休んだら、1週間寝てると思ってた。吉田欠場過去ね。ね。なんかここ2年ぐらいか、2年ステップアップツアー出させてもらってて、もうなんかみんな優しいし楽しいし、あの一組4人だからさ、人数も多いじゃん。そうなんだよね。でさ、キャディーさんも別に1人に1人つくわけじゃないからさ、みんなで喋るじゃん。すごい楽しくて。本当？楽しかった？楽しい。で、結構後輩、ってかのルーキーの子に話しかけられてるイメージ。ね、話しかけられてるよね。かけられてるっていうか、私から結構かけちゃってたかもしれない。あ、そうなんだ。うん、それで、そう。なんか組み合わせも割とその新人さんと一緒にこう組んでくださることが多くて、だから余計こうみんな、ちょっと一回回ったら話しやすくなる。うん、そう。みんな可愛くて、うん、よく練習するし、よく練習する、いい子が多いよね。でもさ、なんかステップってさ、そんな私たちこうレギュラー行くとさ、もう上じゃん、でもステップ行くとさ、真ん中ちょっと上ぐらいじゃん。そうなんだまだ先輩方がたくさんいらっしゃるっていう環境もまたすごい楽しくて、先輩方踏ん張ってるって思う。すごいよね、めっちゃ練習されてるしね。しかも、さ、下も突き上げてくるし、ステップに出るのもなかなか難しくなってくるよね。本当、それがすごい励みになってたな。先輩頑張ってるから、もうちょっと練習してから帰ろうみたいな。先に帰れねえやっぱさ、レギュラーの方がみんな練習してない？知ってるかな、ね、レギュラーはもっとしてる感じがする。あと黙々とやってるよね。あ、確かに、ステップはなんかこうみんなでこうスイングの動画撮り合って、ああじゃないかこうじゃないかって言いながらやってる印象がすごいあった。ケリーさんいないし、ね、そうそう、そうなんだよね。
それもまたこう見てて面白いなっていうのが思った。そのなんかこうクラブのこととか、うん、教え合うというか、あれいいですよ、はいはい、まあ、こう情報交換がすごい飛び交ってて、あ、なるほど確かにすごい勉強になった。吉田プロもなんかでも、もし何々教えてくださいとかアプローチ教えてくださいとかあるんじゃないですか。あ、でも私技術的なことを教えてくださいって言われるよりかは、なんでそんな笑ってるんですかとかその、うん、なんか試合の時にこうどういう気持ちで挑んでるんですかとか、そのメンタル面を聞かれることがすごく多かったかな。うーん、あとでもやっぱみんな試合中だから遠慮してこうあんまりこうもっと聞きたいことあるのかなって思う、うん、もういたんですけど、せっかくだからみたいな気持ちはね、そうそうそうあるよね。なんかそういうふうに思って聞いてきてくれるっていうのもこう、うん、すごい嬉しいなっていうのをそう実感した、うんうん、なんて答えるんですか。でもなんでそんなに笑顔なんですかって聞かれたら、私はこれマジの話なんですけど、テレビの中継のカメラってめっちゃ近いじゃないですか。その歩いてる時とかこうやって来るね、そう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 、下からこう来るともうこう上げたくなるんですよ、にぎわごになんないようにこう上げたくなると同時に、いや近い近いっつって笑っちゃうんですよね。だからもうダーって寄ってくると、もう近くてくるやん、近づいてくるじゃんみたいなので、もう笑っちゃったんですよね、自然と。うん、そう、うん、私たちの年代だったら恵美子が一番率先して発信してた。え、そう、うん、本当なんか流れ、私たちの代からしたら、うん、やっぱり今時ですよねえ、マジ最先端行ってた、行ってた行ってた、よかった令和で令和に繋がったわ、よかったー今でも YouTube やってるゴルファーの方多いですよね、男子も女子も。あ、見ないですか、全然見ない見ないか。あ、でもゴルフファイブの YouTuber たまに見る。ありがとうございます飯島さんとかすごいですよね、やってますね、うん、フォロワー数すごい、100万再生とか、すごいボロ儲けだ。あ、ごめんなさい旦那も見てる、うん、もう勝手に飯島先生って呼ばれてるえ、だとしたら、だとしたら今日の話につながるけどさ、ちょっと罰ゲームをなんとか回避してもらえるように、あかねさんのね YouTube もうちょっとじゃあ見て、でそうなんだよ、やらないと。そうなんだよ、もっと、もっと見ないとでも奥さん、奥さんプロゴルファーなんだから奥さんの言うことも聞かなきゃなって、ね、自分で考えてやるのが好きって言いつつ私のことは聞かないのに、あかねさんのはスッて入ってくるらしいやっぱね近すぎると良くないんだよねきっと。で、私パートナーにそんなこと言われたらやだ、やだ、悲しくなる、やってやって、昆虫食みたいなの食べれない、それ肩なしでやって、私で一回やりました。並木さんが号泣してました。かわいそう、並木ちゃん。タランチュラス。うわタランチュラス100万あげるから食べてって言われてるんですけど。100万もらいたいから来る。来る？出返った。出返ったな。お金好き。10万だったらどうします？来ないです。ボーダーライン聞きたい、20だったら。来ないです。50泣くそのあたりかなんか食べたものって自分になるじゃないですか、はいはい、身になるっていうか、それが受け付けられないですね、ちょっと。あ、そういう感じ。タランチュラが身になるって思うと歯もう怒ってるよその歯はそうね。あ、宮沢美咲ちゃんです。あ、だね、今日、おととしのルーキーさん、おととし受かった子なんで、まだルーキーなんですけど、去年ステップで賞金ランク2位になって、最高なんですよ、一番好きです、新人さんたちの中で一番好きです、マジで。え、笑顔がいいから、いや、キャラクターがいいので確かに引き出したいね、ちょっとで、うん、深掘りしたい、何かをこう
何か扉を開いてくれそうな気がする、なんかこうなんかまだ持ってそうな気がするんですよ、面白さを人生をいかに楽しく生きるかっていうのを考えた末にあんなにこうニコニコしてるのかなって思うとちょっと切なくなっちゃったりとかするんですけど、たまにそんなことないといいなって思って本当に楽しい人生を送ってて笑顔だといいなって吉田は思っておりますきっとそうだと思う。そうだよね、あいさつもね一回も回ったことないのに、おはようございますって言ってくるんですよ、なんか飛行機みたいななっちゃうよね、うん、あ、去年、あの母校の後輩がプロになったの、おめでとうございます。あら、ね、あ、次来た高橋しずくちゃん、そう、アイリブリかな、プロゴルファー、え、結構ぶりだね。だって私、アイリちゃんと同期だからさ、女子プロは多分そう、うん、いつか出てもらえたらいいなと。あ、そうですね、しずくちゃんが全く連絡先知らないしかもそれインスタのコメントに、うんうん、あのゴルフファンの方々が、うん、投稿書いてくださって、コメントでそう、あの後輩がプロになりましたね、すごいおかしいね、誰のことって、うん、調べたら、うん、調べたら、すごっ、最後のあの20位タイだって、今20人だっけ、うんうん、20位タイですね、うん、最後のそのスコアのところかな、うん、スコアかその1個上ぐらいのスコアでギリギリで入ってる、うん、その一打よく狙った、いやマジで楽しい、人生変わる一打、勉強もやってスポーツも頑張ってみたいな、方針の公立高校なんで、私だいぶ多めに見てもらったんで、アヒルがいっぱいいた、通知表に、あ、4体育、あ、そうか逆に4、スポーツ科でみたいな5欲しいなんで、5欲しい、みんな5っつってんのになんか一人だけ4って恥ずかしくて見せられなかったプロの世界ってどうなの、まあ、ピリピリしてるのかなってやっぱりちょっと思うところもあって、あの我々がルーキー時代はいたよね、そりゃ、うん、なかなかより体育会系っていうか、うん、あの試合会場でもこうじゃ個人競技ではなかったね、ちょっとね、うん、会社って感じだったね、人工上列の会社って感じだったんですけど、うん、やっぱりこう若い年代層がこうガラッと変わったことによってだいぶ雰囲気も変わったよね、同門同士で固まって練習したりするとか、あーそうね、確かに、あ、こういうの昔なかったなっていうのあるよね、うんうんうん、いろんな面白いこう言えない話はやっぱあるんですよ、うん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 、女子プロなんで女の子たちですし、うんうん、まあで女の子たちの話のゴルフを外した時に何が一番盛り上がるかって恋愛とかいろいろあるじゃないですか、そういうこう あそことどうのどうのならどうだみたいなのは、あの私あとここにあの菊池恵梨香っていうのがいるんですけどここ3人末端なんですよ、情報が来るのが1ヶ月前ぐらいのもっとホットな時期を越したぐらいの時に来るんでそうなんだよね遅いんすよ、ね、うん、え、そんなことあったのみたいな、ね、すごいねみたいな私たち疎いんですよ、悪く言えば他人に興味がないんです、うん、私的には4-0 4-0 6、最近の驚いた話、最近一番驚いた話が浅井咲ちゃんが結婚したことです、うん、おめでとうございます、キャディさんとね、あ、そうですね、 G7 さんとね、そう、スポンサーさん一緒なんですよ、で、スポンサーさんにご挨拶に伺った2、3日後ぐらいにあの光経由で浅井咲ちゃん結婚したんだってって聞いて、あ、おめでとうってなって、あれ社長から何にも聞いてないと思って、もうそこで多分聞いてたっぽかったんですけど、なんかあ、またこう一人先に幸せをつかまえて驚いたね、驚いた、声すごい出ましたもん、出てた、こうなった私意外だった、
はい、とても 若いですね、24世代です、うん、あんまりないね、後半は結構みんな出てきたけど、うん、5過ぎてからとかは聞くんですけど、うん、前半でっていうのはなかなかいないかなと思ったんで、勝ったの去年だっけ、一昨年、一昨年ね、しかもその時のキャンディーさんね、あ、そうだ、あ、それ、うん、だから一緒に本部、あ、そうかそうか、うん、24の時に出会ったね、私たち、そうだわ、ヨネックス、ヨネックス、2日目、2日目、え、でもそれぐらいの時だよ、若くない、そう思うと、いやその時に結婚、結婚の毛の字もなかったの、幸せになってほしい、本当本当に先輩として円満の秘訣みたいな、先輩、先輩もちろんそうです、円満の秘訣、旦那が大好きなんですよ、光のことを、そうなんかな、それ多分一番の円満の秘訣の気がしちゃうでもやっぱりさ、意見が合わないとか話が合わないことって絶対あるんですよ、はいはい、その話題をしないことかな大人もうね、合わないっていうのは絶対合わないから、あ、そうなんだ運の言い方、うーんって私はもうね、家庭にするべきじゃないなるほど、なるほど、なるほど、ティさん、頭に来た頭に来た話、めっちゃちっちゃい話だったらあります、あ、何ですか、めっちゃちっちゃいんですけど、はい、一見すっごい味が気に入っているタイ料理の店があるんですよ、お店にも結構あのイートインで入ったこともあるんですけど、この間ウーバーイーツで宅配してもらったんですよ、量の少ないこと、ああそう、はぁーみたいな、私この値段でこの量はお腹いっぱいになりませんけど何かちょっと危うく電話するとこだったクレーマーおばさんに、いやもうそうなんで、そう思われたくないからグッと我慢したけど、とんでもなく、おガパオライス、これでガパオライスっていうんかみたいなもう、うん、本当にもうライスだったんだもん、ガパオじゃなくてほぼ米、そう、ほぼこうだったんだ、以上でーす素晴らしい、えら使うバイツとかさ、コロナになった時に、うん、あの玄関先に置いてもらえるっていうのを設定して使ったかな、コロナかかったんですよ、あ、そう言ってなかったっけコロナかかったんですよ、12月のしれっとすいませんここだけの話それやあ、でも、あれでも私多分インスタのストーリーやってたんで、載せたね、確かに、はい、確かにイベントでね、そう、その時にイベント一緒にあと何人かの女子プロのみんなで企画してて、うん、もう決定してて、そうそう、残念ながらだったね、残念ながら申し訳ない、一日足りなかったね、あの時はごめん全部出てきた炭酸水ってなんか飲み比べとかしました炭酸水食べ比べとかしました、楽しんでるね、めっちゃコロナ炎上してる熱下がってからやったんですけど、水、お茶、水、お茶、オレンジジュース、ミックスジュース、うん、あのなんかちょっとトロッとしてるやつ、全部ついで飲んで、全部水っつって、あ、すごい、へー、本当すか、そんな感じだった、私、もう一つあった頭に来た話来私、コロナ、私もなったんですけど、もう保険金おりなかったんです、自宅療養の、え、なんか9月末で終わりみたいな、タイミングか、そう、何のために保険入ってんだよって旦那は降りたのに8月にとかって、あ、そうなんだ、そうなのっていうね、2023年はどんなことにしたいとか、あるんですか、締めに入った、2023年はまた穏やかじゃない現場に飛び込むことになってしまったんですけど、それでも私は穏やかに過ごしたいなと思っております笑顔忘れず、あ、笑顔はいいんですよ、別にあのこうゆみチャンネルとかの前で笑ってる姿をお届けできれば、なんかその時にちゃんと笑えてる自分がいれるように穏やかに生きていきたいなと思ってますね、はい、
もう去年こうレギュラーのキャディーとかやらせてもらって、うん、現場の空気感とレベルの高さっていうのはもうすごい身に染みて分かったので、これでまた自分がじゃあ久しぶりに出て上行けるかって言ったらもう絶対そんなことはないなってなんとなく思ってるので、それでこう自分がどこまでやれるかっていうのを見るっていう意味でもすごい楽しみなんですけど、あまりこう過信せずにでも自信なくさずにっていうのをこうバランス取りながら穏やかにやっていけたらいいなって思ってますね、はい、穏やか穏やかに、はい、それがいかに大変かっていうね、いや本当だからすごいいい目標かなっていうのは自分すごい思ってて、自分は精一杯頑張ってきたんであとはこうそれでもこうまだ応援しようと思ってくださってる方々がこう楽しんでもらえるようなところに自分が行けれるようにっていうのもまた目標の一個かなっていう、うん、吉田さんがキャディーしたこととかもあるじゃないですか、吉田さんに誰かつくとかもあるんですか、あなんかすごいオファーしてくるんですけど、あの家にいろって言ってます、待ってるんですけどね待ってるよってもう 2,3 回言ってるんですけど、もうスンってしてます、待ってるね、あ、うん、ありがとうこんな感じ、同じになっちゃうところもあるんですけど、30代ってすごい楽しくて、30代前半って20代の自分を引き継いだまま体力面とかメンタル面とかギャップが大きいんですよ、やれるって思った練習量とかがこなせなくなったりとか、あと気力が持たなかったり、なんかこう心技体のバランスがこう自分の思ってる自分の三角形となんかちょっとバランスが崩れてくるっていうか、その認識が追いつかないんですね。でやっぱ35になってもう後半に入ってくるんですけど、多分それがやっと分かってきたっていうかさなんかそういう雰囲気ない？あまあそうそう、ね、ちょっとずつやっぱ自分のペースって今はこれぐらいかなっていうのが徐々につかめてくる年齢、周りに左右されないっていうかそういう年齢に来たのをやっと楽しめる感じが2023年はなるんじゃないかと思ってます。だからそれお互い別々のステージからスタートするんですけど、なんか自分の地に足をつけてやっていける1年にしたいなと思いますね。環境が変わってもゆみチャンネル忘れないでくださいそれ多分毎年言ってるよね絶対ひとときも忘れてないですよ本当ですか、はい、いい会になっちゃう泥酔する予定だった飲みが足りないです終わりの方はこうなるからもう私やだもうレギュラーは怖いなる予定だったんですけどね